ばんは。こんばんは。ゆっくりできた。めっちゃゆっくりしちゃった。こんばんは。今日は昨日の多分俺のお礼もあるんですけど、こんばんは。お風呂もね、ゆっくり入ってね、もう完璧。寝るだけじゃない、ゆっくりしすぎちゃったから、ちょっと今からやらないといけないことがあります。サイン入り写真集届きました。お、てくれましたか。忙しくないんよ。私が溜め込んでただけなんで。こんばんは。湯船もちょっと浸かりましたね。ちょっとだけね。シーギーさん、桜タワーありがとうございます。ありがとう、シーギー。で、昨日立ててくださった方々もいらっしゃるかな。このお手手は桜なの？そうですよ。しんぎさん今日誕生日みたい。そうなの。こんばんは。あ、今日僕誕生日です。本当だ。しんぎさん、お誕生日おめでとう。おめでとうございます。ハッピーバースデー、ありがとうございます。ハッピーバースデー、シギさん誕生日おめでとうございます。こんばんは、しぎさん。あと
それでは昨日いただいたタワーのお礼もさせていただきます。セリアさんいらっしゃいますかね。タワーありがとう。Thank you。 クロスケさんありがとうございます。Thank you。 アリくんありがとうございます。Thank you。 メモツンさんありがとうございます。Thank you。 またどこかでね。そしてショウさんありがとうございます。Thank you。 そしてホジェさんありがとうございます。こんばんは、ありがとう。相変わらずハイチーズが可愛い。そんなこと言われたら意識して言えなくなっちゃうよ。ありがとう。にゃほん。もう一週間ね。ねえ、明日で一週間。こんばんは。今更初めてのお手紙書いた。えらい。お手紙ね。私もファンレターとか送ったことないかも。ないですわ。みんなすごいわね。ありがとう。見るよ。娘の桜ダンス食べたよ。いいな。美味しかった桜ドーナツ。笑顔の口の形が綺麗。そんなこと言ったら笑顔ができなくなっちゃう。恥ずかしくてって。配信終了間際のジェストのアーカイブとに戻って見てる。私の母も今日見てた。ジェストアーカイブ。ありがとう。卒業発表からちょうど3ヶ月。そんな、そんな、に立ちましたか。やばい、今日人と話してない。話したけど母とはあんま話してないけん言葉が出てこん。書こうと思って今に歌わって。んじゃに似てる。今から書く。みんなよかった。推しに似てるんなら、あんたもやんって言えるね。セッターさんの時にメンバーに書くのはファンレターじゃない。あれはラブレターかな。信用セレモニー写真載せてくれない？せや。載せる載せるって言って全然載せてなかった。あ、明日でいいですかね。明日。こんな夜遅くに出せる。明日のきっと9時10時ぐらいに出せる。きっと、きっと。ごめん、そうですよね。ぼやかさなくてもいい。皆さんのお顔とか。手紙書きました。ありがとう。今考えるといい時期の卒業日。本当？3ヶ月早すぎ。うん、お手紙間に合うか心配になってきたから。そうですね。でも逆に次のルカラートに送ってくださった方が確実かもしれないかもしれないしね。どうでしょうね。なんかね、ロブさんにハッピーバーメッセージ送ったよ。
信心の全部。お、Thank you。トロちゃんのタンプレはまだ会ってからあげますね。時間湧いてきたりなくなったりの波が少ない。うん。私何月だったかな。2月だったかな。2月か。なんかこれは本当に私は大丈夫なのかみたいな。ちゃんとやりきれるのかこの月よって思うこともあったけど、無事にもうね、無事でよかった。こちらもサインいただいてありがとう。 ありがとうございます。阪神のおすすめの額縁、わかんない、なんだろう。高木さん、桜タワーありがとうございます。桜タワーありがとう。ステルスおやすみです。お疲れ様です。ありがとう。ステルス、今写真集、もしかして写真、シールちゃん写真集ゲット、ありがとう。高圭さんタワーありがとうございます。ありがとう。私のアップ側が見れるの恥ずかしい。皆さんありがとうございます。話しとこう。プレゼントも新しい方に送っていいかね。うん、大丈夫。こんばんは。こっちの顔見るとホット、ほんと急に分かった。分かってない。引っ越しの準備は済んでるの。家具見てる。めっちゃ昨日のタワー呼ばれてなかった気がするんだけど。うえ、としひろさん、ほんとだ、ごめんなさい。今から書くね。ありがとう。自分昨日のタワーされちゃった。ごめんなさい。ありがとうございます。全部記したつもりが、ごめん。としひろさん、
もういらっしゃらないですか。呼ばれてないという方、としひろさんありがとう。ごめんね。ありがとうございます。中野大福さんもありがとうございます。ありがとう。すみません、さっきのタワーのお礼、日付が今日になったけど今日のタワーのお礼だけ昨日や。オーマイガール、もうごめんね。今日確かに昨日の日付が良かったよね。オンラインお話し会ラストの日じゃもんね。23がいいっておっしゃる方を言ってくださったら23に書き直します。すみませんね。331ね、配信あるよね、きっと。見てください。こうやってますよ。配信終了嫌です。どういうこと。今日は礼してもらったから今日の日付で。ありがとう、優しい。それも配信あれ、こんばんは。ねえ、やるかもしれないですけど、卒業してから。でも毎日じゃないと思う。トランペット。七並べの未知のメモリアルガチャ回しまくった。お、私も回した何回か。映画見てきて週末の気分が高まった。何の映画？ドラマの。ねえ、結構見に行ってくださってる方が多くてさ、なんか見に行ったよ報告してくださってて嬉しい。なんかね、スペシャルサポートで私のそうコンサートをこうサポートしてくださるあの映画あってね。そうそうそう、そうなんですよ。広島まだ上映してないよね。もうちょっと後で上映するんですよ。そう、うん。ね、なんか見に行ってくださってる方が多くて嬉しい。なんか、え、
年の卒婚スペシャルサポートしていただいてすごく嬉しいけど、なんかサポートしていただけてこちらからサポートできるのかなって思ってたからさ、皆さんが見に行ったよって報告してくれたら、あ、サポートできてた、できてるんやって思って嬉しい。ありがとうございます。そこにサポートがあるとね、私もびっくり、ありがたい。こんばんは。本当になんかね、この映画見てと関係あるの、まあ、なんか私が出てるとかでもないいんですけど、でもなんかね、一つを愛し抜く力とか音楽、あの映画はドラマの、ドラマじゃん、ドラムのことについて、てかドラマの方々の、何て言ったらいいんだろうな、ドキュメンタリーみたいなとか、ジャンル的にはなんかドキュメンタリーとミュージカルらしくて、ミュージカルっていうかもうそのかな、おしゃべりがありながら、あの歌もあるっていう感じだから、ミュージカルにも分類するのか、うん、なあって感じなんですけど、ほとんどなんかね、そうドキュメント、そのドラマーさん、ドラマーの方々のなんかドラムを愛する気持ちみたいな、そうそうそう、でもなんか自分パフォーマンスに、自分の持ってるパフォーマンスへの思いに照らし合わせたり、なんかね、パワーをすごくいただきた映画でした。そうそう、うん、そう、私もドラムやりたかったからさ、ずっとね、卒業したらやりたいな、これを機に。スティックは持ってるんですけど、卒婚を楽しむためにも見たいね、え、楽しめるかも、見てる方がもしかしたらちょっとだけね、あのドラムを やらないんですけど、まだ、いずれ一人でバンドクリアになりそう、いや、なりたいんですよ。この部屋はそのままにしていくの、片付けちゃうの、でも実家じゃけえな、片付けない気がする。ドラムやりたかったんだ。そうなんですよ、ギターって指痛くなるじゃんこの押さえてる指がさ、どんどん硬くなったりするけど、ドラムはさ、こうだからさ、でもさ、足に筋肉がつくんでしょうね。お父さんから奪った部屋じゃない、違うよ、ここは違いますよ。ドラマやりたかったけど手と足が一緒に動かなきゃいやー、それもある、私もうできない気がする、めっちゃむずい。ユニゾンのシュガーソングとビターステップと君の瞳に恋してないはね、ゆっくりなら叩ける。そう、トゥルン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 トゥル
そう、いろいろとやっていきたいと思います。それでは男女を読みます。13位ケンケンさん、12位長谷川さん、11位井上義弘さん、10位マック Z33 さん、9位うまちゃんさん、8位 M ケンさん、7位こたつ猫さん、6位よしひこさん、5位かねひちくさん、4位なっかんだいふくさん、3位ゴレヒロさん、2位たかけいさん、そして1位はドゥルルンジャジャン不思議さんでした。ありがとう、ハッピーバースデー。そしてラッキーナンバー22位はドゥルルンジャジャン、アモズさんでした。 Thank you、 おやすみなさい、また明日。久しぶりの誕生日、お、ありがとう。おやすみ。